皆さんこんにちは。上野貴子の俳句 TV、 今日の俳句をお届けいたします。まず今日は7月の9日ということで、もうね、暑くなりましたけれども、夏ですよね。もう夏は暑いに決まってるんですが、まあそんなところで、この頭の上に出てまいりました一句、ね、今日の俳句、こちらをご紹介したいと思います。まあ、これまでもね、随分毎日説明してまいりましたが、この俳句日記、10年日記にね、なぞらえて、俳句でも日記を書こうということで、10年間をまとめました。Amazon から上野貴子俳句全集という電子書籍が出ております。その中の今日、7月の9日の句、これを紹介していきたいと思います。この7月9日の句は2001年の7月9日の句なんですけれども、まあ、だいぶね、もうね、昔になりますが、こちら頭の上に出ております。まず読み上げてみますね。夏木立、精いっぱいに息を吸い込む。今日の句はこういった句になっております。何かね、こう会話帳のような、これは口語帳なんでしょうかね、なんとなくこう喋りながらそのまんまを句にしてるみたいな、そんな感じの印象かなと思います。それでは俳句5、7、5、17文字ですね。17文字17音、これをチェックしてみたいと思います。まあ、これ5、7、5で定型と言われている形になりますが、俳句まず上五、夏子たちで5文字ですね。俳句5、7、5の上五、5文字で今日の句は始まっております。そして中七、これはどうかと言いますと、せいいっぱいにということで7文字。中七も、まあ、言葉ちょうど7文字で区切れるかなってとこですね。そしてじゃあ下五はと、ちょっと下五が問題ですよね。パッと見ただけで、ん？下五？長いんじゃない？ってもうすぐは分かりだと思うんですけれども、息を飲み込むということで、今日の句は下五が7文字ですから、定型普通の俳句5、7、5では下五、5文字ですから、最後2文字、2文字、字余りということになりますね。まあ字余りというのはね、まあ、句のその完成度からすると少し波長ということで、字余り、まあ乱れてるわけですが、でもね、句としてはちょっと波長なんですが、この句の面白さっていうのは、ちょっと口語調であり、精一杯に息を飲み込むっていう、この息を飲み込むっていう、この息を飲むっていうんじゃなくって、普通だったら息を飲むんだけど、息を飲むだけじゃなくって、もうすごい暑くて暑くて、もう夏子たちの中に入ったら、もう息を飲み込むような、はぁ、うーん、という息を飲み込む、はぁっと吸い込むんだと、もうなんか疲れが出てほっとするんですけれども、ちょっとした夏子たちの中に入って、まあ木漏れ日かなんかで、なんでしょうね、でも思いっきり息を吸い込んだっていうことで、さあみたいな感じですよね。ちょっと涼しい夏子たちに入って、はぁっと息を吐いて、そこでもうなんか暑くて倒れ込むみたいな感じじゃなくって、もう暑い中のやっと涼しげな夏子たちの木漏れ日か何かの美しい中に入り込んで、さあこりゃ命が吹き返ったっていうんですか、生き返った、ちょっとした涼しいね木陰に入って生き返ったなっていうような感じで、逆に息をもうはーっと吸い込むような
もう深呼吸の中でね、吐き出すんじゃなくて息をもう吸い込むような、もう精一杯吸い込んで、あー涼しくなって気持ちいいっていう、そういう感じをこれは歌ってるんですよね。まあ、ちょっとそこが面白いとこかなっていう感じで、普通だったら涼しいからね、暑い中こう汗をこう拭いながら涼しいところで、あーって息を吐いた、休んだ、一休みだっていう方がまあありがちなんだけど、涼しいところに入ってなんかね、命がこう吹き返ったような感じで、もう精一杯にもう命を吹き込もうっていうんで、涼しげな風を精一杯に吸い込んだっていう、まあ、そういうちょっとね、夏の面白い句かなと思います。まあ、今日の句はもうほんとね、暑い最中のそういったちょっとした夏木立を読んでおりますね。まあ、内容先に言っちゃいましたけど、季語は夏木立、もう最初に出てきているのでね、もうこれ問題なく夏木立が季語となります。2文字字余りでも今説明したようにね、ちょっとした日本語のありがちな表現とは違う表現でもあり、ちょっと口語調でもあるということで、これなんていうかな、リズムって言ってもこうね、精一杯に息を吸い込むってこう一気に言っちゃえるじゃないですか。息を吸い込むってこうどうしても切れる言葉っていうよりも、吸い込むっていうのは一つの言葉なのでね、息を吸うところじゃなくて吸い込んだんだっていうところで字余りですが、この句はこうして字余りとしてまとめた句となっております。まあ、こんな風にね、もうその時の気持ちとかその状態、まあ、多分すごい天気良くて暑かったんだろうなと分かったりしますよね。そういうあの日記のヒントにすごく俳句はね役立ちますので、この下の説明のリンクの中から今日のね、あの季題毎日の季語っていう、まあ、リンクがありますので、歳時記手帳というページが出てくるかなと思います。いろんな暦のいろんな、なんていうかな、説明が出ていて、その中にどんどんこうリンクを探していただけますと、今日の季題が毎月の季語かな、今日の季語かな、そういったリンクがありますので、そこから探してみてください。それではもう夏ですので、 8.19 俳句記念日、こちらを皆様ぜひお忘れなく、俳句記念日にはぜひ俳句を一句ひねってみてください。8月19日になります。俳句の締め切りは7月31日です。ぜひご応募ください。お待ちしております。それでは今日はこの辺で、さよなら。